埼玉生まれのブランドいちごアマリン。そのアマリンのいちご狩りが楽しめる深谷市の観光農園。ビニールハウスの一角で何やら真剣に複雑そうな機械やパソコンと向き合う人たちが。実はここで 5G を活用したスマート農業の実証実験が行われようとしていました。一体どんな実験なのでしょうか。一方、こちらは北海道岩見沢市。お米の作付け面積6650ヘクタール。道内有数のお米の産地です。ここでも 5G を利用した無人走行コンバインの実証実験が始まっています。今回は 5G とスマート農業に焦点を当てます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いちご畑花園は埼玉県内でもいち早く高架栽培によるいちご狩りを始めた観光いちご園。この日、休園日を利用してローカル 5G を活用したいちご栽培の知能化、リモート化という実証実験が進められていました。この実験は農水省所轄の国立研究法人農研機構や NTT 東日本、実験の場を提供したいちご畑など11の企業や自治体などで構成されるコンソーシアムが実施。人口の面で言いますと、2050年にはだいたい農業従事者が日本の場合で2010年当時に比べて5分の1ぐらいになると言われております。ということで大幅に減るので、そこをどういった形で補っていくか。いちごについては収益性の高い作物だということで、今回ローカル 5G という新たな通信手段の導入を図る上でですね、実証を行う上では最適な品目ではないかなと。いちごの栽培管理の中ではいろいろな問題点あるんですけども、その中でも病害虫の発見、診断、特に実のところについた病害を検知するというところでかなり高精細な画像で撮ったデータを送る。でなおかつ実がたくさんなってますので、それを動きながら送るというところで 5G を活用することでそれが高精度にできるのではないかと考えたところでございます。こちらがイチゴの生育状況をチェックする自走ロボットです。このロボットを動かしながらいちごの課題を撮影していって、一つは僕らがやろうとしていることは、撮った画像をAI で解析をして、病気の発見をするっていうのがまず一つと、もう一つはいちごの生育段階に応じて、色がこう分かれるじゃないですか。真っ赤になったり、ちょっと白っぽいのから赤くなったりとか、それを3つの段階に分けて、収量がどれくらい取れるかっていうのを数を自動で数えるっていうのをやろうとしています。これが 4K カメラになります。このカメラとローカル 5G のネットワークを接続して、で現地でその高精細の 4K 画像を撮るんですけども、その画像を送る今通信の設定をしているところです。まずはいちごの熟度検知ということで、しっかりと赤くなっているものをAI を使って自動で検知しようという話が1点と、で2点目については病害検知といいまして、病気のいちごをこちらも AI を使って素早く探そうと。今通信の技術っていうのは下りといいまして、配信をベースにして 4K の動画も受信する下りというんですけど、受信する方の技術がすごく発達しているんですが、今回こちらのファーボットっていう、ロボットとかに 4K カメラ搭載させていただいてるんですが、ローカル 5G の中では上りといいまして、先ほどの AI っていうのが今クラウド上にあるので、そちらの方に上りで送るという技術の方をしっかりとできるっていうのが今回このローカル 5G という形と、あと今回こういった農園のようにWi-Fi とかだとエリアが20メートルから30メートルになりますが、ローカル 5G ですと100メートルから300メートルみたいな広範囲を
カバーエリアできるということ、そういうようなメリットがございますので、今回ローカル 5G という形を採用させていただきました。で、ここのエリアについてはローカル 5G を使わせていただきまして、ここの農園さんと、クラウドの間については NTT 東日本の回線を使わせていただいているというような構成をとっております。一旦ビニールハウスを出て案内してくれたのは、外のアンテナですが、こちら の柱の上に立っているあの部分がアンテナの部分になりまして、であちらから電波をこちらのビニールハウスの中に吹いているというような形でございます。今回ローカル 5G につきましては、カメラで撮ったものをクラウド上に送るみたいな上りの通信をしっかりするっていうようなところと、あとローカル 5G 自体が Wi-Fi とかですと、いろんな、例えばこの隣のお客様が置いてる電波が自分のところに影響しちゃうっていうことがあるんですけど、ローカル 5G は免許制っていう形で限られたエリアでしっかりと通信するような形をとっておりますので、高品質で他のお客様の設備とかに影響されないような通信が実現できるというような形になります。そして事前にマッピングされたルートをたどりながら、ロボットが栽培中のイチゴを 4K カメラで撮影していきます。こちらがロボットが撮影した映像、これをローカル 5G を介してクラウドに送信、 AI がイチゴの色味や表面の異常を見極めます。フルレッドだとかハーフレッドだとか、そういうのを判断していくわけです。で、今日イチゴがどれぐらいあるかっていうのがこの画像で AI で解析していくんだと思います。これほど鮮明に、ね、よく映ってると思わなかったですね。観光農園でやられてるもんですから、通常その日の、お客さんがどれぐらい入れるかっていうのをハウスの中一回りするんですね。で、その時間がですね、一人で見ると、大体、1時間半ぐらいは、かかるかなっていう状況ですね。ロボットでそれが、4K カメラを使って見てくれるってことになりますと、その手間がすべて省けるんですね。で、そうすると、他の作業が、できますし、なんていうんですかね、非常に効率的に労働時間というか、そういったこともですね、集約できるのかなというふうに思いますね。農業というのは非常に後継者がなかなかついてくれないという産業でして、そういったものをデータ化することによって新しく、参入される、要するに、方にとっては、データ化することによって非常に入りやすいということなので、こういった今回のですね、5G を利用したその収量予測ですとか、そういったことは非常に今後入ってくる方にとっても取り組みやすい事例になるんじゃないかなっていうふうなことを思いましたね。今回の実証実験のもう一つのテーマが、コロナ禍の今求められるいちご狩りに来た客の誘導です。お客様が状況についてはこちら のロボットではなくて、今各ビニールハウス のところに別にカメラをつけておりまして、そちらのカメラの方で判断をして、でお客様がどこにいるかっていうのをクラウド上 の AI の方に送りまして、そこで判断しながら人っていうものを認識して判断しながら人がどこにいるのかっていうのを自動でやらせていただいております。今リモート環境だとかリモートワークだとか含めて、農業もそうですけど遠隔地からの操作、ドローンも含めて遠隔地からの操作みたいなことが求められているので、こういったものが普及どんどん普及していって、で自前の設備がどんどん増えていって、しっかりとした通信を持って社会貢献できるのかなっていうふうに考えております。全国に先駆け、いち早くスマート農業の実現に取り組んできた北海道岩見沢市。
2021年10月には 5G を利用した複数の無人走行トラクターの遠隔監視制御の実証実験が行われました。基本的な狙いは岩見沢の基幹産業である農業の持続性確保というのが大きなテーマです。残念ながら、まあ、岩見沢だけではないんですけれども、やっぱり全体の人口が減ってきている。当然その農家さんの農家個数の減少も激しく進んできています。で特に、大きな土地で、土地利用型農業と言われているものが盛んな岩見沢においてはロボットトラクターであるとかロボットコンバインみたいなものが期待される、まあ、そういったものをしっかりと農家さん単独ではなくて共同で利用するとか、あるいはそういったお仕事を作っていくという意味では、その 5G の技術を活用して、低遅延とか多接続みたいな機能をうまく使用しながら新しい農業のプラットフォームというか環境を作っていきたい、こういったことが まず目標にして、取り組みを進めていると。こちらは市内に設けられた遠隔監視制御室です。一つの施設で複数の補助、これ別につながってなくてもいいんです。離れたいろんな、地点の農地に活躍するロボットトラクターを一箇所で監視制御する、こういったことが 5G の通信を使えば実現するだろうと、こういったものの実証を昨年10月から進めてきているといったところです。決して農家さんが例えば無人でね家でゆっくりしてられるとそういうことを目指しているわけではなくて、いかに、大きな土地を少ない人間で、守っていくか、そこにロボット技術をうまく組み合わせるかっていうことを農家さんと一緒に、チャレンジをしていると。スマート農業によって直接農地に出向いて作業しなくてもよくなった時、農業従事者の裾野の広がりが期待されています。例えばですけれども、農業系の団体の例えば定年を迎えた方々が次のチャレンジとして現場には行かないんだけども、そういったモニター越しに作業をサポートするとか、あるいはちょっとこう少し障害を持ってらっしゃっててなかなか現地で活用できないんだけれども、コントロールを障害を持っている方が活躍するとか、まあ、いろんなチャンス可能性が出てくると思うんですよね。いろんな人方が活躍できる可能性を秘めている仕組みかなというふうに期待をしていると。今回の実証実験を見守った農家の方々の反応はどうだったのでしょうか。嬉しい事例があったんですけれども、一生懸命やっているその農家さんがロボットで動くコンバインの作業をするときに、それまで、ちょうど高校生の息子さんがそれを見てて、決してその自分は卒業後に農家を継ぐっていう感覚が全くなかった高校生が、ちょっと体験で乗ってみたいと、乗ってみたらすごくこう興味が湧いて、あ、こういうものが使える農業だったらやってもいいかなっていうコメントが出てきたっていうことで、今までこうどちらかというとこう非常に厳しくて辛い作業である農業が、こういったものを活用することによって少しこう明るく見えるっていう話が若者にもうまくつながるとですね、岩見沢じゃなくてもいいんですね、日本全体農業で少しやってみようっていう話が出てくる可能性があるのかなというふうに期待しているといったところです。 5G によって加速されるスマート農業、農作業が大幅に見直され、これまで縁のなかった人々が関心を示し始めた時、日本の農業に大きな変革の波が訪れることになるでしょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。